はい、はい、はい、じゃあもうあのぐらいの彫刻したのでねか。震災3月の11日の震災の時には大きく壊れてはいなかったんですけど、余震がここ何年続きましたよね。それで基礎部がちょっと怪しくなったり、ちょっと傾いたりしてましたんで、うん、今日の日を迎えることができました。この神社に、本体が戻ってこられたっていうことは本当にこれはあの嬉しいっていうよりも懐かしいような感じで。ただいまより先祖祭を執り行います。立ちこっちがのおわさん中止のあしませ払いどの。祝い祭り、祝い祭り。